はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね。サントリーのクラフトセレクトシリーズ。スウィートエール。違う。スウィートエールじゃねえ。ウィートエールか、これ。ウィートエール。ずっとスウィートだと思ってた。アルコール度数 5.5%。です。優雅に香るウィートエール。フルーティーで優雅な香りとまろやかな口当たり。香り5つ星。旨味3つ星。苦味2つ星。ボディが2つ星。って書いてあります。原材料が、麦芽と、麦芽括弧。大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。天然水 100% 仕込み。ウィートエールってなんだろう？聞いたこともない。ウィートエールってなんだろう？サントリー。じゃあ乾杯。ん？あ、すごい。香りが素晴らしいほど、素晴らしい。素晴らしい香りしますね。あ、すごい。香りがすごい。半端ない。あ、ものすごい、ホップの香りっちゅうよりは、これはあれか。エールビール特有のこのオレンジっていうか、なんだ。柑橘系の香り。ものすごい、します。ウィートエール。ウィートエール。まあ、苦味自体は、うん、そこそこあるかな。うん、結構、そんなに力強い味っていうか、苦さではないんだけど。なんだろう、ちょっと舌に残る感じ。うん。ベリー系のフルーティーで、優雅な香りとまろやかで優しい口当たり。小麦麦芽を一部使用するとともに、上面発酵酵母で発酵させたエールビール。フルーティーな香りと優しい口当たりが特徴。これすごいな。香りがものすごい。うん、香りがね、すごい。なんや。ホップの香りがなんか、すげえ、フルーティーなのか、うん、フルーティー、うん、フルーティーな、すげえフルーティーな香りがする。はあ、これはなかなか香りはすごいですね。まあ、ただ、苦味、うん、でも苦い、結構苦いけどな。結構苦味あると思う。うん。主張してないんだけど、主張はしてないんだけど、こう、舌に残る感じで、こう、バコーンって来ないんだけど、こう、ちょび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 、ちょび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 みたいな。そんな感じの。だが、苦味がありますね。うん。まあ、なかなか美味しいけど、美味しいけど、
美味しいんだけど、なんか物足りないんだよな。なんやろうが。なんか軽いんだよな。香りがすっごい良くて、香りがすっごい強い割に、味自体が結構軽いんで、だから非常にバランスが、アンバランスな感じがする。うん。苦味もまあそこまででもないし。うん。で、別に喉越しも良くもない。喉越しも良くもないし。うん、まあ、突筆するところといえば、まあ、香りだけかな。なんか香りだけあって、あと大してないみたいな感じ。なんか、あれって感じ。うん。なんか重さがないんだよね。重厚さっていうか、その、味のその重さっつうか、うん。がなさすぎるっていうか、なんかペラッペラみたいな、うん、なんかペラッペラや、ペラッペラしすぎてて、なんか香りとそのマッチしてないんだよね、うん、仕方がないといえば仕方がないんでしょうけど、コクはほとんどないですね。甘みもまあそんなにない。香りはある、うん、まあ微妙だな。なんかバランスが悪い。2253です。ご視聴ありがとうございました。